平野紫仕様、ジャニーズを辞めて英語の勉強に没頭、海外進出への情熱を持つ元アイドル。また、ね。ティアラ。5月22日、ジャニーズ事務所の有料の会員制ブログで、ファンに別れを告げた平野紫仕様。ジャニーズ、キング・アンドブスから離れて一個月経つが、目立った動きは見せていない。だが、 平野は新たなステージに向けて着々と準備を進めているようで、ジャニーズを辞めて1ヶ月経つ平野氏よう。現在彼はアメリカ進出に向けて準備を進めているようで、四角ジャニーズを辞めて1ヶ月金プリは5月22日をもって平野、岸優太、神宮寺優太の3人がグループを脱退。 平野と神宮寺は同日でジャニーズ事務所も退所した。騎士は9月末に退所平野と神宮寺が辞めて1個月経つが、6月20日時点では SNS なども解説せず、目立った活動はしていない。グループで絶大な人気を誇っていた平野に関しては、一部のメディアで俳優業員隊、中国進出、さらには滝沢秀明氏が立ち上げた芸能事務所。 とべ、に合流する可能性など、様々な説が報じられている。近く、英語の勉強を続ける、昨年11月、ジャニーズを退場する理由に関して、平野は海外進出への強い思いがあることを口にしていた。現在もその思いは変わっていないようだ。あるテレビ局関係者が語る。これまでも仕事の合間を縫って霊界はスクールに通っていました。 事務所を辞めてからも英語の勉強を続けているそうです。これまでは仕事で時間が取れなかったので落ち着いたこのタイミングで勉強に力を入れているのでしょう。テレビ局関係者、ストイックに海外進出へ向けて努力していることが伺える。平野仕様はジャニーズを辞めてから1ヶ月が経過しましたが、 彼は新たなステージに向けて進んでいる準備を着々と進めているようです。平野市要、岸優太、神宮寺優太の3人がグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場したのは5月22日でした。しかし、平野と神宮寺は SNS などを解説せず、目立った活動は見られませんでした。特に平野はグループで絶大な人気を誇っていたため、 俳優業を引退するのではないかという報道や中国での活動、さらには滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、とべに合流する可能性など、様々な噂が広まりました。平野は以前から海外進出に強い思いを抱いており、英語の勉強にも力を入れていました。ジャニーズ時代から仕事の合間を縫って英会話スクールに通い、 解除後も英語の勉強を続けていると言います。今までは仕事の忙しさから時間を取ることが難しかったため、落ち着いた状況を利用して集中的に勉強しているようです。一部のメディアでは平野が中国での活動をする可能性も報じられていますが、テレビ局関係者はアメリカでの仕事をするのではないかと予想しています。なぜなら、 平野は金プリの一員として活動中にアメリカに行き、現地の高難易度なダンスを学んでいたからです。そのため、アメリカでの活動を重視する可能性が高いとのことです。このアメリカへの思いには、平野が亡くなったジャニー北川さんの夢を受け継いでいるという背景もあります。ジャニーさんは自分のタレントをアメリカのステージに立たせたいと考えていたため、 平野もジャニーズ JR 時代にジャニーさんに連れられてラスベガスのショーを見学したことがありました。平野は恩師の夢に共感し、その思いを持っているのでしょう。ジャニーズを辞めた後も海外で活躍する元ジャニーズの成功例は多くあります。赤西陣や山下智久などがその一例です。 テレビ局関係者は、平野も同様の道を歩んでいく可能性があると推測しています。例えば、元ニュースのメンバーであるタカは、ジャニーズを退場後に別の事務所に所属し、ワンオクとしてアメリカでのツアーなどを行い、海外でも人気のアーティストとなりました。ワンオクはロックバンドですが、平野が目指すものとは異なるかもしれませんが、タカの成功例は参考になるでしょう。 平野がアメリカのステージで大観衆を魅了する日が近いかもしれません。彼は海外進出への情熱を持ち、英語の勉強にも力を入れています。ジャニーズを辞めた後の新たなステージで彼の才能が光り輝くことを期待しています。